僕ポケットキーになっちゃうノートとかにさ、そういえば暇になっちゃいけんけどさ。たたん、ママ立てんかよ。立てるかな。ママ立てるよ。立てれんの？立てると立てらんの？ここからはゲート。じゃあ行くよー。大丈夫大丈夫、なっちゃん。まだ朝だからいけど。あ、なっちゃんまほろばって書いてる。本当なかったよ。なんならあそこに止まっとる人。頼もうっていうやりゃ。あんま見てない。こんにちは。わ、こんないい家。靴下あるよ。よかったな、今日晴れて。はい、助かりました。はい。見て。あらら。景色いいですね。晴れてよかった。晴れてよかった。なんかなっちゃんの足白く見える。白いね。白い。日焼けがすごいね。日焼けしたな。見えてる、りょうくん。見えてますか。ああ。してる人だとか、感じたとか。はいはい。のとこが見えなくて。あ、りょうくん、これ蓋外してなかったんじゃない、今。これで見て。見えた。見えるんじゃない、これ。見えた。あ、見える。うん。気持ちいいね。なんとか泳ぎよったり。若いとか。なんもないね。あ、そう。何か言ったなっちゃう。けど、何これ。なんか模様がついてるんじゃない？違う、魚になるね、違う。僕はね、まほろばがその縄文から弥生にかけての説を再現してて、で、実際ここの角市場に、縄文遺跡があって、で、そこでたくさん土器を作ったみたいで、たくさん割れたかけらとかが、この辺もね、漂着するんですよ、下の海岸とかで。ね、お魚いっぱいあるんで、みんな拾って帰ってもらって。縄文時代の？昔の土器だって。この綺麗な形で漂着してくる。なる？いや、もっとどっちなる？どっちで？どっちで？どうしよう。砂浜見たら落ちてる。石じゃないじゃん。模様ついてたよ。目するところ。ヘビ？はあ、どこにヘビがおるん？どこにヘビがおるん？マジで。じゃあ下がっていかんといけんのね、荷物置くになったら。とりあえずここへ止めといて。なんちゅう止め方したの？いや、あっち行けるかもしれんって言った。行けるかもしれんってどういうこと？道を見てくれ。今日は日踊り。日踊りです。ここに止まるぞ。ああ。風が通るね。これに椅子に座ってもいいし。こっち来て。この木の椅子がいい。木の椅子でもいいし、これに座って。父ちゃんどこ行こん？車から荷物を取る。これ見て。いっぱいあるね。今荷物持ってくるだけ。もうなんか言った？何がおるの？ねえ、トデンの音。トデンの。ピューピューの音。これなんかテレビで芸能人が宿泊したみたいな。ああ、なんかみやぞんが来た言ったようなんですか。うん、確か。ヘビおるかもよ。気をつけようぜ。なっちゃん噛まれんかったらいいんだけど、足が切れる。誰かだって噛まれてる。この猫で当たるんだって。うわ、黒いよこっち。私はこっちに寄って帰りなよ。出てくる。最初は難しい。あ、わからんかったよね。流すところないなって思ったら、下みたい。わかった。扉開けれる？ここに鍵がある。うわ、ライト持ってくればよかったね。ちょっとおうち。すごいね。すごい。ちょっと懐中電灯持ってきた。光ってる。今やってますよ。皆さん。やったー、肉がやってる。